皆さんこんにちは。日本人の神戸市民の淡井圭介です。本日は2023年6月の22日、桜井翔さんと、あとジャニーズの皆さんと、あと性加害を受けたとされる、元ジャニーズや、まあ、現在も所属されている方たちへのメッセージとして、YouTube に私の方からアップロードさせていただきます。まあ、そのニュースを拝見させていただいたんですが、まあ、あのジャニー喜多川という人から、まあ、性的被害を被った、方たち、まあ、そういった件でニュースが流れていて、そのなかなか一般的に報道化されていなかった。でその辺の部分についてまあ、YouTube にアップロードされてる性被害を被ったとされる、まあ、元ジャニーズか、まあ、現在もジャニーズ事務所に所属しているのか、ちょっとその辺は詳しいことはわからないんですが、そういった人たちの言葉を聞いている限りでは、直接ジャニー喜多川というものから、性的被害を被ったというふうに、まあ、聞こえると。まあ、あの記事等によっては、まあ、一緒にお風呂に入ったりだとか、そういうふうなことでという内容なんですけども、正直私からしたら、あの芸能界のしてることがよくわからない。でなぜ今回桜井翔へのメッセージ、まあ、ジャニーズの皆さんへのメッセージとしてるかと言いますと、まあ、ここ喫緊のそのニュースゼロで、まあ、涙声になりながら、まあ、桜井翔さんが二次被害云々ということをおっしゃって、しっかりとした内容を開示しなかった、言わなかったっていうところで、私は社会全体としてのね、その違和感っていうものをものすごく、感じました。法廷では真実が全てです。で、他の場所でも真実は全てなんです。ひどい嘘を言うと法廷に持ち込まれた時、結局詐欺等になります。で、それは民事でも刑事でもありますし、何でも、今その桜井翔君を責めてるんじゃなくて、知ってることは早めに言わなかったら隠蔽したということになりかねませんので、それはもう早く言った方がいい。で、今元検事総長の方が、まあ、第三者委員会という形で、物事に対応していただいてますけども、まあ聞き取り調査があった時に、しっかりと自分の知ってることを全て、他者のことを含めてね、しっかりと言うべきですね。まあ、そうじゃなかったら、どのような方向へ物事が進むか分かりませんので、これはもう今まで世界中の各首脳の方たちとかへのメッセージで、まあ、腹を割った話といいますか、まあ、ストレートな分かりやすい話ですね。まあ、そういった形で忌憚のない意見を言わせていただいて、まあ、いろいろ動いていただいて、まあ、世界各国でさまざまな友好関係を水面下で、行っていただいてきました。そういったものの立場として、その言わせてもらいますと、まあ、桜井翔君なら、私がもともと20歳ぐらいの頃、要するに1998年前後の頃ですね、まあ、厳密に言うと18歳ぐらいの頃から神戸市立ホテルフルーツラーパークで勤務していて、そこで皇室の方たちとお会いして、国会議員の方たちとお会いしてる。で、時間軸を超えて未来から声が、いろんな方たちは、聞こえている、まあ、私の状況等はホームページのホームページ淡井圭介の力を読んでいただいたら分かるかと思うんですけども、まあ、未来から自分から声を投げかけてるケースもあるし、まあ、頭の中をハッキングされてる状態にあって、コンピューターが人間の使った神がかり的な力を全て覚えているので、
例えば字幕を読み上げるとその内容が時間軸を超えて過去の人たちに伝わってると。まあ国会議員の人たちはそういう状況に慣れてます。あとテレビに、まあ、出ている人たちも慣れてる人と慣れてない人、まあしっかりとした声が聞こえてるケースとコンピューターから言ってきてるケースの聞き分けができる人とそうじゃない人、これはもう場数を踏まないと、まあ、なかなかできないことを判断しにくいことになってくると思うんですけども、あと知識も含めてですね、法律含めて。だからコントロールのしようのないようなその情報の伝わり方っていうのがもともとあって、そこでどういう判断が、まあ、昔からあったのか、これをね、あの分かりやすく明確にするために法律に照らし合わせて、もともとそのジャニー喜多川という人間がどういう人間だったかっていうところの検証から、まあ、試験ですけども申し上げさせていただきます。まず法律の世界で、まあ、売春とか買春とか禁止になる法律が出来上がったのは1950年代なんですよ。っていうことは、僕は1977年生まれの今年で47歳だったと思います。まあ8月9日生まれなんですけども、っていうことはその20年ぐらい前の時代がどういう時代だったかっていうと、要するにろくでもない人間がたくさんのさばっていた時代であったと。で、今までこそその暴力団、まあ、山口組が一番大きいとされていて、まあ、そこはエロ業界と深いつながりがあったと。だからもともとエロ業界というところが組織的な動きをしていて暴力団化している、これが事実であって、そこにそれ相応のお金が流れていたっていうのが現実であって、でっていうことは大企業だとか、まあ、昔のテレビの内容見たら分かると思いますけども、まあ、ろくでもないシーンとかを結構取り入れて作ったりしてる、ドラマ関係とかでね。っていうことはテレビ局絡みの人間が、暴力団絡みの人間が昔たくさんいた。少なくとも1980年代90年代ぐらいには、芸能界事務所に向けて暴力団員が発砲事件を起こしているニュースは結構ありました。こういうところを考えていくと、やっぱり大企業とか、まあ、公務員とか、中には国会議員の中に、まあ、そういうエロ業界と関わっていった暴力団側とみなされてもおかしくないような、まあ、私から言わせたら、そういうふうなところで出入りしていたり、まあ、売春回収してたら完全にアウトですよね。だから、例えばキャバクラとか、高級ホステスもやっと、ドラマ化とかされなくなりましたなったと思うんですけどね。もう僕も全部テレビのチャンネルチェックしてるわけじゃないんで、これは15年ぐらい前から、10年ちょっと前ぐらいから、まあ、いつものルートで SD カードに内容を込めて送って、テレビ局と国会議員の人たちのまとも側の人たちに対処してもらって、ああいうものを放送してはならない、こういうものを放送してはならない、こういうことをすべきだ、ああいうことをするべきだっていうことをいろいろ言って、でやっと改善されてきたところなんです。だから年齢的にもう亡くなりましたけども、ジャニー喜多川という人が世代的にね、テレビとかでそういう風なものを放送していたりとか、ドラマとかでそういう風なシーンを作っていたとか、映画とかでそういった世界に慣れすぎてる年齢だったんですよね。だからそっかいう人たちが役員に、で、社長だとか、まあ、もしかしたらケースによっては会長という立場の人もいたかもしれない。そういった人たちがまともな会社作れるかって言ったら作れないんですよ。根本的に言うと。その常識っていうものが法に照らし合わせた常識じゃないんですよ。だから、まあ、多くの芸能界に関わった人間が、生き方をまず間違えてる。例えば写真集に関しても、僕から言わせたら、下着の写真集自体が、私から言わせると、そんなものを出す人間は、暴力団側であると、エロ業界側であると。まあ、そういうふうな物事しか見れないですね。実際そういう世界に入っていく人たちもいっぱいいたでしょ。テレビ出演者の人たちでね。で、ホステスとか、ああいうふうなところも、暴力団と深い癒着があるんです。で、そこへ行ってお金を払うっていうことは、資金提供ですよ。暴力団への。ね、アウトでしょ。オバマ政権の頃に私からの提案でオバマさんに動いていただきました。暴力団の山口組の口座を凍結。できるんですよ。
法的に。日本国内でも全ての銀行でできるんですよ。で、もともと日本の銀行は暴力団員は口座持っちゃならないんです。法的にもう定まってるんです。判例でも。で、まあ、桜井翔くんが、何を意図して二次被害と言ってるのかっていう部分で、僕もよくわからないんですよね。本人から事情を聞かないと。こうこうこういうふうな理由で二次被害っていうことを言ったとか、そういうふうな腹割った話、ストレートの話をすんなりとできるような人間じゃないとね。聞いてる方からしたら、まあ、一般人の人たちの意見を聞くと、二次被害、まあその性的被害のことについてしっかり言わないことによって二次被害者は増えるだろうっていう意見があるんですけども、それも、まあその人がどこまで知ってるかわからないですよ。深田恭子という女優の例をじゃあ挙げて言いましょう。ドラマのシーンで多分疲れてたんだと思うんですけども、まあベッドシーン、まあ実際何かしてるわけじゃないんですけども、男女で、同じベッドで、寝ていると。で、男性は上着が着てないのかな ?T シャツも着てない。まあ女性がどの程度だったのかどうかわかんないんですけども、だけども、同じベッドのところで、ジャニーズのメンバー二人のパターンがあるんです。まあそれは深田恭子と、まあ誰それ、深田恭子と誰それというケースで2種類あるんですよ。なぜあんなものが YouTube で上がってるのかっていうことになるんですけども、それは告発なのか何なのか、証拠なのか何なのか、ドラマでどちらを使われたのか何なのかっていうところもあるでしょうし、正直テレビとかドラマとかでそういうシーンいるかっていうといらない。そんなものを撮影する必要がない。そのようなものを制作したがってる奴らの方がどうかしてるんですよ。お前らエロって金儲けしたいのって。じゃあ暴力団準構成員としてみなそかってそういう話になるんですよ。まとも側から言わせたらね。なぜ真面目に生きてる人間にしっかりとしたお金が流れるような形で物事を動かさなかったんだっていうのが、これは僕からの本音で、じゃあ世の中はどう変わっていったかっていうところを検証してみましょう。1950年代にその売春とか買春とか禁止される法律がやっとできましたと。で、その方10年ぐらいは法律を法改正してもその内容が伝わらないんです。いろんな人たちに。で、一回、そういったものが合法化されていた時代の、その、末裔と言ったらいいんでしょうかね。その時代に慣れてしまった人たちが、わんさかいると。50代、60代、70代、80代に。これが我々の、僕ぐらいの世代の人間とかが、まとも側の、実質的な国会議員や大手企業の役員の人たちのまとも側の人たちと手を組んでそういった勢力を根絶やしにしなければならない世の中、何をしたら悪いのか、何をしたら悪くないのかっていうところはっきりとしなきゃなんない。で、なぜそうなるかっていうと、みんな六法全書とかを見た時に法律の数が多すぎてこんなもの覚えれるわけがないっていう形になってしまうんですよ。これは一般人の公務員の人でもそれを言う人はいました。で、その人に関しては私の方から裁判所に訴えて、まあ最初、書類不足で、まあ地裁から始めて、で、即時抗告で口頭行きになって、その時に書類がある程度出来上がってとか、口頭裁判所の方で開いてもらいましたから、訴訟費用の救助申請を使ってね。で、勝訴の見込みのある時だけなんです。それは法律でそうなってるんです。で、まあ、その、訴えられた公務員の主査の人がどうなったかって言ったら、芸能界の一日署長っていうのがあるでしょう。あれで、九州の凶暴な暴力団とされているところは5つだったんですけども、工藤会の殲滅の時に、そこの地域の警察署長みたいな形でテレビに出されてるんですよ。それは何があったかって言ったら、2010年頃ですね。それぐらいの頃に、大阪の高等裁判所で、その時の、
裁判官がどういうふうに言ってたか、ちょっと僕もね、もうだいぶ昔なんで、記憶ははっきりしないんですけども、僕と同じぐらい頑張るだとか、何かそういうふうなね、内容で物事を、まあ言われたか何か、まあそういうふうな形だったんですよね。だからその記録とかを知ってる人たちがそういうふうな形でテレビにまず出させて、そこから先は本当は警察官の人たちの責任でしょっていうことで、まあ福岡県警の本部長、要するに県警のトップですね。で、その人から各、その福岡県の各署の署長の人たちを集めて、まあ、会議を行って、で、まあ、裁判所の方にはこちらの方から裁判官の人も腹くくって死刑判決出してくれということを、まあ、一般人の人、ものから、まあ結局これ僕請願法をもとに陳情とかで SD カードを送ったりしてるんでね、まあ国会議員の人たちが動いたのか、それとも、まあ法曹界、要するに法律関係の方たちですよね。まあ、オンブズマンの人たちが日本に、まあ、3万人から5万人ほどいらっしゃるということなんですけども、法律に長けてる人たちですね。まあ、そういう人たちが動かれたのか、誰が動いたのかっていうところは私の方ではわからないんですけども、とにもかくにも工藤会のトップの野中悟には死刑判決が下ったと。で、もう一度その、ジャニーズ事務所についての状況とかを整理整頓させていただきたいんですけども、もともとね、その少年隊とかそれぐらいの方たちがある程度売れての話だったと思うんですよ、ジャニーズ事務所って。でその後 SMAP さんとかが、まあ、出てきて、まあ牧原さんとかが作詞作曲とかをされたり、まあその頃はアイドルグループの数が少なかったから、クオリティの高い、良い楽曲っていうものを提供していただいていたと。作り手の人たちからね。で、スマップさんの後に、ちょっと順序僕も、はっきり覚えてないんですけども、TOKIO さんだったりだとか、V6 さんだったりだとか、まあ、KinKiKids だったりだとか、いろんなグループがいっぱい出てきたでしょう。で、その後、次々グループを世に出してきた中で、どうなっていたかって言ったら、大体の情報テレビを見ていたりとかでもわかるんですよ。その、ジャニーズジュニアという形で、まあ、いつの時代がどうだったのか、今どうなってるのかまでわからないんですけども、最初は月謝とか払ってもらって通わせてたんじゃないですか。だから言ってみれば沖縄の、今もあるのかどうかわかりませんけども、アクターズスクールでしたっけ、芸能界へ進出するような学校だとか、要するに学費とか払わせたりとかするんだったら、まあ交通費も含めてそうなんですけども、まさかそこに税金は投入されてませんよね、その学校の建設にっていう話にはなるんですけども、そこまですると横領じゃないんですかっていう話にもなってくるんですけども、そのね、スマップさんがものすごく成功された時ぐらいだったんじゃないですか、自社ビル建ててしまったのは。だから本当は、その大きな建物を建ててしまうと固定資産税がついてくるでしょう。でもともと芸能界事務所、芸能人の人たちっていうのは安定性がなかなか仕事としてない部分があると。でそこへ持って次々アイドルをデビューさせた理由が、結局事業が最初うまくいったものだから、ついつい気が緩んで、自社ビルを建ててしまった。そこで借金の返済に追われる、固定資産税もかかってくる。で最初の方のグループの人たちにそれ相応のお金を支払ってたんじゃないですか。でまあもともと
芸能界の人たちも変なお金の使い方とかをして、例えば小室哲哉さんもその法律のことをしっかりと分からなくて、あのお金を渡しすぎたりとかね、あのそういうふうな形で、まあ、脱税行為か何かで一度捕まって出たんじゃないですかね。だからあのね、その僕のホームページは YK スケの力の317番法律名っていうところを見てもらったら分かると思うんですけども、給与の算定表から本当はみんなあんまり離れられないはずなんですよ、物事を考えると。だから歩合出来高っていう世界はもともとその役員の人たちに、もともとそういうふうな昔の世界を深く知りすぎてピンハネすることが当たり前なんだと、そういうふうに考えていた人たちが世の中にたくさんいた。でそういった人たちの中に国会議員の人たちも昔たくさんいた。だから昭和63年に人材派遣業法というものができて、まあ、日本中いろんな会社も、私はホテルマンなどをしてましたけども、まあ、ホテルマンも、まあ、バンケットだとか、まあ、宴会場のことですね、披露宴とか、まあ宴会だとかそういったところで仕事をする人たちが人材派遣会社の人たちで 大半は構成されていると、人数でいうとね。で、医療業界もいつの間にか、看護師さんの世界がそうなってしまったと。で、まあ介護職もそうですし、結局もういろんな業界、IT 関係もそうですから、結局どこもかしこも賃金叩きに走ったと。で人材派遣会社の大手は本社がどこだって言ったら東京なんですよ。で東京で何が起きてるかって言ったら、昔あんなに高い建物たくさんなかったんですよ。これは大阪も同じで神戸も同じだったんです。で人口は少子化に向かってるでしょ、減っていってるでしょ、なのに大きなビルが増えていってるでしょ。これ絶対物事話合わないんですよ、どう考えても。高い建物とかにお金が消えていくでしょ。昔のエジプトでみんな学んだはずなんですよ、ピラミッドなんか作ったってしょうがないって、何の社会貢献にもならないって。それどころか、まあ、最近 NHK とかで放送、 NHK で放送していただいてる1チャンネルの方ですね、解体キングダムっていう番組を作っていただいたんですけども、まあ、世界貿易センタービル一つの解体に1年8ヶ月かかってるんですよ。で建てたはいいけどその後どうするんだと、これは本当は昔からみんな知ってるんです。上の方では、あの昔の大名とかが作ってたお城なんですよ。お城の頃から言われてた頃で、あんなに大きい建物を作って解体するときどうするのと、それも当時の人たちが言ってた話であって、この大きな矛盾とみんな向き合わなければならない。で余計な仕事っていうものを減らしていくしかないんですよ。だからあの僕のホームページの300番台に記載してる内容とかいろいろ見ていただいたら分かるかと思うんですけども、仕事してるふりっていう人たちも結構世の中に存在すると、実質的な労働が伴ってないと。で、かたやその人材派遣会社が増えてしまったっていう世の中の、まあ矛盾もあると。まあじゃあそれをジャニーズ事務所に当てはめると、やっぱり自社ビルを建てた。それは、本当は倒産してる会社とかたくさんあって、そこが、倒産したときに、お金を貸していたのが銀行であれば銀行に付けが回ってくるし、まあ一部証券会社に付けが回ってくるっていうケースもあるかと思います。で、昔からなんですよね。世界大恐慌とか、まあ大恐慌とか言われている1900年から1920年までの間に起きた現象だったんですけども、それはアメリカの議会で証券会社とかに詐欺があると、まあ、そういうふうな形になったんですよ。で、スティーガル法や第二のスティーガル法ができて、まあ、第二のスティーガル法っていうものが日本の銀行法みたいなもので、で、それは銀行とかが保有できるその証、まあ、株ですね、証券をパーセンテージを取り決めると。まあそういった内容で、連鎖倒産が起きた時ね、いろんな企業とかに付けが回ってきて、結局、株が紙切れになるケースがあると。じゃあそうなった時に、誰がその債権処理をするんだっていう話になった時に、付けを全部銀行に回されたって困りますよね。みんなの
口座を守んなきゃならない話があって、じゃあそこには民事再生法があって、じゃあ民事再生法を銀行にどの程度適用するんだとか、まあみんなの口座をまず守らなきゃならないっていう大前提があるでしょ。だから何を昔からしてたかって言ったら、昔から銀行ずっと合併を繰り返してたんですよね。で、1980年代にバブルが崩壊したでしょ。その時にもみんな勉強したはずなんですよ。だけどもそれを変えてしまう人たちが世の中存在するんですよ。だアメリカで2008年ぐらいにリーマンショックが起きましたけども、その前にその第二のスティーガル法と呼ばれる銀行法のその株の比率っていうところを撤廃してしまった人たちがいるんですよね。で、そのいうふうな内容を作ろうとしてた人たちが、まあ証券会社側の人たちだったりとかで、要するに何をしてたかって言ったら、後で焦げ付くことが分かってる、要するに価値がなくなることが分かってる証券、まあ株を後の世代に先延ばししてたんですよ。多分もうあそこまで行くと確信犯ですね。で、そんな金額もう一生もう刑務所から出れないですよ。で、その後オバマ大統領の頃に、ボルカールールというものができて、もう一度株の比率を見直しましょうっていうことで連鎖倒産されたら、銀行でも、ストップしきれないと。で、何でもかんでもすぐに民事再生法をかけてしまってたら、何が平等で何が不平等なのか分かんなくなるでしょう。だからきつい裁判知ってますよ。破産法っていうものがあって、その借金を背負ってしまった時に破産手続きを行ったら、まあ例えばいろんな、まあ車とか家とか持っている人たちとかだったら競売かけてとか、まあそういう話になってくるんでしょうけども、差し押さえされて、で最悪破産法が通らなかったケース、通らなかったケースはどうなるかっていうと、生活保護者のまま働いて返済しなきゃなんなくなるんですよ。だから誰を責任でこの会社作ったんですかっていう話になるんですよ。だからそこまでの話をしてた時に、まあもう一度ジャニーズ事務所の話に戻りますけども、そのジャニー喜多川という人が、まあ風呂場で同性のその未成年のまあ人たちの体に触れたりだとか、まあそういったことを行ってたっていうことは明確に記事で上がっている以上、まあ多くの人の署名がある以上、そういうことは何度もあった。で、どういう感覚の人だったのかっていうところですよね。その弱みを握るような形でね、働かせようとしてたのか。で、その根源にあるのは、自社ビルを建てたという巨大な借金を背負ってしまったから、次から次へとそういうふうな形で働かせようとしてたのか。もうそこまで行くと暴力団と変わらないでしょ、してることは。本当は、2011年以降に僕は送っていた SD カードで、ジャニー喜多川が生きてるうちに、これ事実なんだったら、これしっかりと裁判で裁かないとっていうことを言ってるんですよ。だけども、その国が動いてなかった話とかで、まあ実際性的被害を受けたりだとか、まあもしかしたらそのベッドシーンとかで、ああいうふうにドラマとして扱われてしまったっていう意味で、性的被害を被ったと、そういうふうな署名の方たちもいらっしゃるかもしれないと思うんですよ。で、僕もそれいいと思うんですよね。で、ドラマとかであんなしょうもないシーン別に入れなくていいと。事実だけを、実際ね、テレビ出たら、一応高額所得者なんだから、肖像権とか、まあ、そういったもので、まあ、著作権法で、ね、画像とか映像とか、その人の音声とかは、その人の権利ものだから、ある程度の上乗せは聞くと、基本給に対してと。それが、まあ、例えばアナウンサーとかで例えると、まあ、今から10年ほど前の相場で言うと、フジテレビさんで、まあ、大卒のアナウンサー、まあ、基本的にアナウンサーは大卒しか慣れてない。まあ、それも僕から言わせたら、ちゃんちゃらおかしい話なんですけども、どこに大卒の人間で、そんな、ね、大卒1年目、2年目で、どこに実力者がいるんだと。いないんですよ、はっきり言って。そんなこと、いろんな社会でいろんなことを経験してきた人間がアナウンサーになればいいんですよ。僕みたいに、弁護士さんなしで裁判買ったりとかするような人はね、そういう人じゃなかったら無理だと思います。そんな大卒1年目2年目とかでそんな実力者なんかいるわけがない。で、その一番給与の良いとされるフジテレビさんで31万なんですよ。
で、他のテレビ局で29万とか28万なんですよ、基本給は。まあ、一月の労働時間が約180時間としてですよ。あんまり細かいこと言うと、177.5 とかの話になってくるから、あんまり細かいことは抜きにして、まあ大体の話を導入させていただきたいんですけど、まあ、画像音声とか映像とかでもそれぐらいのものなんですよ。で、あとはボーナスがいくらもらえるかとか、年間で。だから、民間の企業で、本当にたくさんボーナスが出てるところとかだったら7ヶ月分出してるところもあるといえばあるんですよ。で、うん、本当はもうそれぐらいの話なんですよね。稼いでる稼いでない、すごく稼げたかどうかの話は。だから、経費のこととか、その、ジャニーズジュニアとして関わってる頃からね、その例えばライブを開いたりする、まあコンサートを開いたりするのに、そこの会場をこの規模だと借りるのがこれぐらいで、例えば東京ドームだったら1700万円プラス人数が何人入ったらこれぐらい、1回でお金を支払わなきゃなんないとか、そういうようなこともね、しっかりと教えてるのか教えていないのか。で、あと、もし、大雨が降ったりだとか台風とかでインフラ設備、要するに鉄道とかが止まったり、これも行政からも言われてるはずです。あんまりにもその大雨とかで警報とか出てるときはコンサート中止にしなさいだとか、それは行政から指導が入ってると思うんですよ。で、それはプロ野球界とかでも同じですし、で、その時に細かいお金の前では私の方では知りませんよ。キャンセル料いくら払ってるのかとか、あとは、イベントの、その設営スタッフとかの人たち、撤去作業とか、セッティングをする人たちにいくら払ってるだとか、そういうふうな話をね、しっかりと教えてるのか教えてないのか、で、本当の売り上げはいくらあって、そこに対する経費がいくらかかってるのかとか、そういったことをしっかりと教えてるのか教えていないのかとか、あと会社に余剰金があるのかないのかとか。で、まあ、各銀行名、大手メガバンクさんとかを調べてもらったらわかると思うんですけども、今年2023年でしょう。で、2022年の3月期の決算とかはもう出てないとおかしい。だけども、2021年で止まったりしてるところは、純利益のある時だけ、ウィキペディアとかに純利益載せてるだけで、あとはそうじゃなかった時は、多分赤字なんだと思います。だからいろんなところで、まあ、もともと銀行傘下で本当は証券会社があって、で、本当はですよ。で、話辿っていくと、世界中でもし連鎖倒産が起きた時にどうなるかって言ったら、あっちもこっちも、その、紙くずとかした証券とかを自分たちでどうにかしなきゃなんない話になるでしょ。で、まあ今だったら、独立した証券会社とかを作って、で、まあそこと役割分担とかしながら、で、まあその会社そのものが危なくなってきた時に、その債権をどういうふうに処理していくのかっていうところで、実際はまあそういうふうなことに慣れている人たちが、まあ高卒初任給なんか大卒初任給なのか知りませんよ。まあそれぐらいのお金をもらってますっていうことを、まあワールドビジネスサテライトに出てきておっしゃってるんですけども、要するに自分たちのしてきた仕事の後始末ですね。だからもうそれぐらいしか出せないっていう形になってくる。で、あとは本当にボーナスもらえてるのかどうか、だから割の合う仕事、割に合わない仕事っていう話になるんですけども、自分たちのしてきた仕事からは基本的に逃げれない、こういう話になってくるんですよ。だから、テレビに出るぐらいなんだから、潔さっていうものが、求められると。みんなそういうことを、もう30歳、40歳ぐらいまでになってくると、いろんなことを経験するんですよ。いろんな会社で。で、ここの会社も、例えばですよ。自分が、20歳前後で働き始めて、顔ぶれがだいぶ変わってるなと、何人ここに働きに来て何人いなくなったか、これを見ていただいたらわかるかと思うんですけども、どこもかしこも人がずっと固定されてるところなんかなかなかないんですよ。
で、これは竹中平蔵さんが経済産業大臣だった頃、まあ、2002年ぐらいの頃、まあ、あの方も僕はサンパレス六甲で勤務してる時に僕に会いに来られた方なんですけども、竹中平蔵さんのその経済産業省の大臣だった頃に正社員の雇用者数が2400万人分、まあ、2400万人台の仕事しかないんです。2500万人分なかったんです。で、少子化に向かってるでしょ。で、先進諸国どこも少子化で、韓国なんかもうものすごく少子化が進んでいて、2045年に65歳以上の人が 50% を超えてもおかしくないんですよ。日本は 38% を超えるような予想が出ています、政府の発表でね。これはもう今まで生まれてきた、例えば、0歳から、まあ、40歳か、まあ、本当はまあ20歳ぐらいまで物事見なきゃなんないんですけども、その人たちの数がもう減ってるから絶対そうなるんですよ、ある程度のところで。急にベビーブームなんか起きたりしないですから、いろんな法改正とかしっかりしなかったら、個人情報保護法とかいらない法律とか、撤廃して人材派遣業法とか、撤廃しなかったら、最低賃金を下回るようなその働かせ方っていうのを、例えば日給という言い訳をつけたり、歩合とか出来高とか、そういうふうな形でずっと社会が動いてきた。これじゃあ真面目に生きてきた人が報われる社会じゃなくて、ピンハネしてきた人は報われる社会だったんでしょっていうことになるんですよ。じゃあ人材派遣会社、そもそも人材派遣業法を作ったのは昭和63年であって、その当時の国会議員の人たちはもうほとんど生きてないんですよね。もう後の世代への付け回しをずっと行ってきた。で、これをどこかでストップさせなきゃなんないっていうことは、そこの会社で働いている人がそこの会社の責任を持ってもらわなきゃなんない。で、できれば僕としては、例えばニュースゼロとかでせっかく出てるんだから、洗いざらい全部喋ってしまうとかね、もうそれぐらいの潔さっていうものを持ち合わせてほしかった。で、その二次被害について何を言ってるのかっていうところで深く知りたい。その電波の仕組みとかで結局音で攻撃されたりだとか、まあ、それが結局脳への直接のアクセスの可能性もあれば、実際に音を出すような方法だって科学の世界でもあるし、それはどう考えても桜井翔くんの責任じゃないでしょ。だからそれは自分で言えるはずですよ。で、それを言えない社会にしてしまった政府は悪いっていう話に絶対的になるんです。そこ三権分立とかで全員その方向で物事進めなかったら、この社会絶対滅びるんです。先進諸国がこんなわけのわからない仕組みを作っていたら、どこの国も先進諸国が少子化しているので、無理設定が多すぎるんですよ。いらない法律をたくさん作ってしまった。で、それを今の議員さんたちに、まあ、大統領とかも含めてですよ、求めるべきではないと。それしてしまうとやっぱり怖くなるでしょ。自分が大統領だったらその責任を、そんなの僕だってその頃何歳でその件にそんなに深く関わってないよっていうのが今の世界中の世界各国の首脳の人たちであって、チャット GPT とかを都合よく言ってる人たちに関しては、本当に世の中見えてるのかなと。僕と同じ目にあったら世の中のこと本当はよく見えますよっていうのが僕の本音であって、これ嫌味で言ってるんじゃなくて、本当に体験してもらわなかったらどれだけえげつないかっていうことが、これは分からない。で、一部の警察官なんかは、何か聞こえてきた人は精神病院に行ってもらうことになってるとか平気で、去年の12月にも有馬警察署で言ってた人がいるんですよ。これは僕は何回か有馬警察署に行ってちゃんと話進めて、いろんな警察官が言ってるんですよ。で、潔の良い警察官はもう俺らも本当のことから逃げないからって僕に向かって言ってくれる警察官は言ってくれるんです。書類書きながら忙しいから。だからそれが世の中の実態であって、警察官までが二極化されてると。で、こんな無茶苦茶な社会ないですよ。どう考えても僕の文章とか何が起きてるかを読み取ってもらったらわかるかと思うんですけども、僕は絶対的に被害者であって原告側なんですよ。僕は電波とかで攻撃されるような立場にない。だけども、被害者がさらに被害者になるような仕組みを国が作ってしまった。これがおかしい。で、その根本的な内容とか300番台を読んでもらったらわかると思うんですけども、裁判所で訴訟した内容を法律名を書いてないぐらいで棄却されてしまったら、ああいう風な現象が起きて、例えば宇賀夏実の子供の頃の声で、おーいおーいっていう声をずっと聞かされる。永遠にですよ。
寝れない。そんなことされたら。はっきり言いますよ。大学生のほとんどの人は、どこの大学も国からの税金が大抵入ってるんです。半分くらいは国の税金だと思ってください。それぐらいで話が大体合ってきます。ね。司法修正生だったんでしょって、裁判所で働いてる人が違って。それで書記官になって、裁判官になってるんでしょって。国の税金もらってきて、一般人の人たちも高い給料を得ていったのに、法律名はあなたたちに見つけないと。もう僕は法廷でそれ言ってもらってるんですから、裁判官の人に今までの裁判で。何があったかを言ってくれたらいいです、我々としてはって。それでも全裁判所は統一しないと。それをホームページで裁判所は明確に発表しないと。ね、死刑判決だって僕は迫らなかったら進められなかったのは裁判所の裁判官の実態なんですよ。それなりにそんなに高い給料もらってたんですか？検事総長の黒川さんの頃に、例えば退職金6000万円の話がありましたけども、それ全額もらうんですかって、まあ、攻め込んでるマスコミの人は攻め込んでくれてますよ。もしかしたらマスコミじゃない人かもしれないし、まあ、元国会議員とかで本当に真面目に生きてきた人間のその悔しさからそういうふうなことを迫ったのかもしれない。例えば、世界にある程度名前が通っているメーカーで言うと、ホンダさん。ホンダさんの工場で働いていて、25年ほど勤めていた人でも退職金1000万円ほとんどの人がありません。これが、この世の中なんです。平均値を見るとね。一部の、お金持ちの人たちの感覚なんかで社会は回しちゃならないし、それをしてしまうと、結局あなたの子供がピンハネされる側に回る確率ははっきり言って 50% ですよっていうことになるんですよ。で、テレビに出演してる人たちとかが、もともと政府上層部の人の、親族だったり、大手企業の親族の人だったりだとか、もともとテレビ局と関わっていて、ある程度有名になって、その子供さんだったりだとか、そういう人たちばっかりで構成されてるっていうのは知ってます。で、そこをある程度変えていったのが淡井圭介なんです。で、僕も自分の祖父のことについては、かなり謎なんですよ。で、親戚のおじさんはもともと神戸新聞社の、普通紙の方の記者で、まあ、最後まで働いていた方で、で、まあ、定年までっていう意味ですよ。で、祖父に関しては、人事院の人事官だった可能性があるとこぐらいまでしか言えないですね。その親戚に聞いても教えてくれないんですよ。人事院の谷さんっていう形で、まあ、僕のホームページに、50番より手前40番台ぐらいだったと思うんですけども、自分の原稿先謄本とかを載せて、まあ親族は民法でいう、まあ民法だったと思いますけども、6親等以内までが、まあ親族ですよ。まあ請求に関しては3親等以内までですけども、まあ谷という名前なんですね、祖父が。で、人事院の谷さんっていうことで、古舘伊知郎さんが、まあ、報道ステーションで、まあ、キャスターをされていたときに、アナウンサーじゃなくて、多分、古舘伊知郎さんはキャスターという立場だったと思うんですよ。そのキャスティングボードを握るっていう意味、要するに、テレビ出演者を自分で決めれるみたいな立場、古舘プロジェクトっていうことでも、報道ステーションの左側の上だったかな、一時期、古舘プロジェクトって書いていて、まあ、載せていて、まあ、古舘一郎さんは、まあ、芸能事務所の方で、テレビ局の正社員じゃないでしょ。だから、何をしてたかって言ったら、最前線に、テレビ局の、人間が出なきゃなんないのに、民間の芸能事務所の人を最前線に立たせていたという形になるんですよ。だからそこに政府としての潔さもなければ、テレビ局としての潔さもない。テレビ局の正社員ってじゃあ何なのっていう話になるでしょ。テレビ局の正社員が一番責任を負わなきゃなんないんですから、テレビの報道とかテレビ局の放送してる内容に関しては。各テレビ、まあ、会社を分けてるんですからね。で、いちいち僕からの指摘をされなかったら、結局テレビ局の人たちも扱って良い CM とそうじゃない CM の区別ができてないんですよ。例えば判例で、
納骨堂に関してはお金支払った人たちにお金を全額返しなさいっていう判例が出てるんですよ。裁判所の判決ですよ。っていうことは納骨堂なんか作っちゃならない。だって骨は海か山に散骨するんですもん。お墓の中にないですよ、骨なんか昔から。これは本当のルールですから。で、最終的には僕はお墓に関しての行為も違法行為だと、法律を、作っていただきたいっていう部分があるんです。これはエネルギーの残存量問題からもそうですし、あんなに高い金払わされて、まあ、戒名とかもおかしいんですよ。本当は何十万もお金払わされるから進めてくるでしょ。で、自分の親とかが亡くなった時悲しいでしょ。自分が、まあ、生まれてきたツールだとか、まあ、ツールっていう言い方じゃ変かな、自分が生まれてきたそのね、その親との戦いとかを思い出したりだとか、自分が子供の頃に可愛がってもらってたこととか、いろんな言葉を投げかけてもらってたっていうことを思い出した時にやっぱり悲しくなる。で、そこへつけ込んで戒名とか売ろうとするでしょ。そういう状でもう知ってることがもうむちゃくちゃ、本当につけ込み方だから、霊感商法とかで、そういうふうな壺を打ったりするのは禁止されてるでしょ。だから本当は戒名とかお墓も当てはまるんじゃないかなっていうのは、現行の法律でもこれ判例でできるんじゃないかなっていうのは、まあ、僕の見解でもあるんですけども、そういったところのその納骨堂を扱ってる CM とかをね、関西の方とかで放送したりしてたんですよ、大阪テレビが。で、テレビに向かって話す方法とかで NHK のニュースウオッチ9の方たちにそれを言ったときに、田中さんだったかな、我々の方から言いますっていうことを言ってくれてるんですよね。まあ、NHK の傘下で各民間のテレビ局がありますから。まあ、放映権を NHK にお金を払ってたとか、まあ、NHK は設備投資をしてますよね。電波塔とかいろんなことに。まあ、それはみんなの民間から集めた税金であって、これはもう昔から国会で税金っていうことで扱われてます、 NHK 料金は。で、公共の電波なんですよ。だからテレビに出てる人に関して、まああまりおかしなことを言ってたりだとかすると、僕はテレビに向かって言う方法とかで厳しく注意したりしてる時期がありました。それをしなかったらタワーが緩みっぱなしになるんですよ。何のために大卒の人間集めたのっていう話になってくるんですけども、そこでみんなの税金使って学校まで通っておきながら、で、さらに高給を得ながら、なぜ普通に頑張ることができないんですかっていう意見になるんですよ、僕からしたらね。だから人材派遣会社とかで働いてた人間の方が本当は根性あるんじゃないかなとか思ったりするんですよ。話はだいぶそれましたけども、社会全体のことはね、分かってる人がテレビに出るべきだと僕は考えてるし、まあ、いつものルートで送った SD カードでジャニーズ事務所の人たちに、まあ、その話が届いてるかどうか分からないからここで公にしておくんですけども、観客席に向かってお前ら愛してるぞとか言ってることがだいぶ間違えてるよと。それ異性間同士だったら何人相手に告白してんのって、それ本当に自分が結婚したい人とかに対して用いる言葉だったりする言葉であって、気軽に使いすぎ、そんなことで客を集めて金稼ぎしようなんて根性が曲がりすぎだということで SD カードでは送ってるんですけども、そこからしてその使ってるところが各ホールとかああいう風なところも税金なんですよ。本当にものすごい金額かけられてるんです。これはスポーツ界も同じなんですけどもね、東京オリンピックでね、みんなの税金9600億円以上使われてたでしょ。ギリシャで昔アテネオリンピックが開かれた後デフォルトしたでしょ。国が人口2000万人しかいないんですから、その当時と、まあ、その当時は、今の東京オリンピックほどの、2021年東京オリンピックほどの規模じゃなかったですよ。開催したのは2021年ですから、それなのに2020東京オリンピックってずっと記載してるところも変なんですけども、結局テレビ出演とか強いた人たちが、もう一度言いますけども、政府上層部の人間とかの
親族だったりとか大手企業の親族とかだったりするでしょ。だからその人たちが税金たくさん使ってたんでしょ。その人たち用にいろんなホールとかいろんなものを作ったんでしょ。作っては壊して作っては壊してずっと繰り返すでしょ。でちょっと前のワールドビジネスサテライトで出てきたフィギュアスケートの浅田真央が、私の責任でいいからここにスケート場とか、もうわけわかんないこと言い始めて、何十億か何百億かかかるんですよ。いいですか、東京都だったと思いますけども、まあ、なんせ関東圏の、まあ、人口密集地帯のところの体育館で、たかが5000人収容できる体育館でいくらするか知ってます？210億円かかるんですよ、土地代と建物代。それ行政が土地持ってるから建物代だけでいいんだとか言い出す人間は、そんな人間が存在するからそれが横領なんだよっていうことを誰かが言わなきゃなんないね。そんなことするからずっと消費税がもともと 3% だったのが 5% になって 10% まで上がってるんですよ。一応軽減税率はついてますけども 8% ですよ。こんなことしてたら世の中持つわけがない、分かりきってるはずなのに。で、エネルギーの残存量問題とか何にも知らない人たちを次々テレビにデビューさせるでしょ。社会のことなんか全然分かってないのに。私から言わせたら全然ですよ。で、それは責めてるんじゃなくて、二十歳そこそこでそんな人間できるわけないんですよ。いろんな会社で働いていろんなことを経験して、歩合とか出来高とかがどれだけ世の中の人たちを苦しめてきたかっていうところ、違法行為でしょ。そのお金返しなさいよ、あなたたち役員とか働いてっていう話になるんですよ。いいですか？刑務所で働かせてるのは、それは、たくさんまあ、いっぱい働いて、誠実に働いて、それでお金を返納してるようなものなんです。だからそれによって、働き具合によって早く刑務所から出れるんです。だから、猿之助さんとかのケースに関して、最近のニュースで上がっていましたけども、バブル崩壊したのが1980年代でしょ？大体それぐらいだったでしょ？で、1993年に明治座を開業してるでしょ？東京都の中野区に新歌舞伎座と、明治座2つも作るからですよ。客席は大体1500人程度なんですけども、その頃から合併させりゃいいのに、事業拡大してしまったんでしょ。で、テレビを見ていてみんなおかしくなるんですよ。景気だのなんだのっていう話を聞いて。で、そこで返済できるあてもないのに、もしくは、まあ、スポンサー料金だとか、そういったところを当てにして、そんなものを作ってしまって、それ税金町のお金だったら、国はお金を返してくださいよっていう裁判もしようと思えばできるはずなんですよ。ね、この話聞いていただいたらわかるかと思いますけども、スポーツ業界方法全滅ですよ。ほとんどの人たち。スタジアム関係とかで、1兆円以上平気で使ってるんですから。1964年の東京オリンピックの頃からですよ。総運動公園化ですよ。それで日本中に、まあ、総合運動公園、まあ、野球場も含めていろんなものを作って、それ誰がお金返すんですっていう話になるんですよ。ね、ほんじゃサッカー選手とかの年俸とかもおかしいっていう話になるでしょ、野球選手とかも。本当にもらってたらですよ。だから僕もメジャーリーグとか見ていておかしいなって思うんですよ。一応人口は日本と比べて、ね、3倍ほどいらっしゃいますよ。3億何千万人ですから。だけども、プロ野球界だって、球団が30球団あるんですもの。それお客さん分散するでしょ。球場見たらわかるじゃないですか。いっぱいなってる球場いくつ見ました？ね。お金なんかそんなに回ってるわけがないんですよ。もう今日の記事なんかもうむちゃくちゃですよ。日刊スポーツさん。まあ何年契約だったかわかりませんけども、大谷翔平がこのまま良い成績を残したら十何年契約で5800億円か900億円のような契約になるとか、そんなことを日刊スポーツさんがインターネット記事で出していて、払えるわけないでしょ。だからエンゼルスのその資産価値が3000億円と言われてるんですけども、それもよくわからないんですよ。そんな巨額のお金誰が買うんですって。それ会社のお金使って買わなかったら方法無理でしょ。それこれね、ちゃんとしっかりと法律通り物事進めていくと、じゃあ例えば年収が30億円以上あった人がいたとしますよ。じゃあそこの会社の人たちってしっかりとした給料を払ってあげてましたか？交通費も含めてっていう話になるんですよ。
これ下請け下請けとかを間にかませて、それをうまくごまかしていたとしても、これ話突き詰めていくと、その人はお金払いなさいっていう形になるでしょ、多分裁判で。でそれをしなかったらダメなんですよ、この世の中。ずっとピンハネをし始めるから。だから正社員の、給与の国が作った算定表からみんなあんまり離れられない話になるんですよ。で、もともと500人以上の規模の、雇用者数の工場長で、ね、50何歳で大卒の人と比べたら、年齢が少し年配の人の50何歳の高卒の工場長の方が基本給上なんですよ。大卒も高卒も横並びなんです。当たり前ですよ。高卒で早く社会に出て、4年も現場で差をつけられて、後から入ってきた大卒の人間、頭上がるわけないじゃないですか。これが大学の実態ですよ。私から言わせたら、世の中の、エネルギーの残存量問題から言わせてもらうと、世の中の半分以上の車はいらないし、みんな、徒歩と公共機関の電車バスをほとんどの人は利用したら生活できるんです。ほとんどの先進諸国の人たちは。で、世の中の半分ぐらいの車は必要ないのと、で、ちょっと待ってくださいね。今言おうとしたことを忘れてしまったんですが、もう一つ、重要なこと。ちょっと今忘れてしまったんですけども。いろんなことをね、頭の中で、本当は何かメモしながらね、読み上げたらいいんですけども、やっぱりこれだけ長い間喋ると、ちょっとこういうふうな現象に陥ったりするんですけども、とにかくね、そのピンハネをしてきた実態っていうのを世間に明るみにして、しっかりとお金を支払わせると。政府の方では年収30億円以上ある人には、高額な、税金をかけるという話にはなってるんですけども、インターネットの記事ではですよ。だから、いろんな超富裕層と呼ばれてる方たちですよね。だからその人たちをターゲットにして、しっかりと国が税金回収に回らなかったら世の中成り立つわけがないんですよ。で、そういう人たちが世界中を飛び回って海外旅行をしてエネルギーの消費を加速していた犯人で、一人で車を何台も保有していたりだとか、そういう人たちがいたでしょ、実際に。で、蓋開けてみたら大体テレビ出ていた人たちとかでしょ。のその大手の会社の役員さん含めてですよ。だからその辺のところで皆さん広くご理解していただかなきゃならないのは、結局これだけ人材派遣会社の人たちが増えて、非正規の人の数の方が多いんです。で、大体3700万人ぐらいなんです。非正規雇用の方たちが。で、富の分配が法律の中であるのに、それをしっかりと行ってこなかった他の法律もある、それ覚悟できてるんですかっていう話まで持っていかなかった誰かが勇気を出して言うしかない。で、これを組織に入って言える人間がいるかっていうと、これはほぼいない。無理でしょう。もうみんな会社の上の上司とか役員の人の顔色を伺うでしょう。自分の仕事がなくなったりしたら困るから。だから結局僕はこういうふうに言ってるんですけども、これをね、こういうふうな社会の本当の実態っていうものを、芸能界のテレビ出演者の人たち、アナウンサーも含めてね、もう芸能界みたいなものですよ。スポーツ業界も含めてね。だから、そういうふうな実態っていうものを広く皆さん自覚していただいて、総理を上回るような年収をそんなにね、多くの人たちが得れる資格なんて最初からありませんよっていうことを理解してくださいっていうことなんです。で、あと会社のお金の使い方も間違えたらダメなんです、本当に。余計なこの会社の経費を使ったら絶対後で自分たちの自分の首を絞めることになります、間違いなく。だから海外への撮影なんか論外だし、海外旅行、仕事と称して経費使って遊んでるだけですからね。だからそういったところも本当は判例であると思いますよ。だから最近のインターネットでは、王子グループの人が競馬にお金を何億円もつぎ込んだというような、そのインターネット記事もあるんですけども、詳しい内容を記載してないから、これ本当は会社のお金で馬主とかになったケースなんじゃないかなとか思うんですよ。で、勝てなくて、で経費がものすごくかかるでしょ。1ヶ月で何十万と、馬なんか、その購入者かかるんですよ。で、買うときに何百万とか、もしかしたら何千万とかするんでしょう。勝てなかったときどうするのって、そこまで考えてみたことありますかっていうこと、真面目に。はっきり言って、リスクは高まるだけで、メリットなんか全然ないんですよ。
競馬業界だって競争激しいですから、年間大体7000頭ほど生まれて、その中で馬の売買があって、そんなもう重賞のレースまで出れるように、まあ、グレード3とかグレード2グレード1とかのレースまで出れるようになるのはほんのごく一部の馬であって、そこで勝ててる馬が何頭なのか目に見えて分かりますかっていう話なんですよ。で、賞金額がどん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 いつの間にか大きくなってるでしょう。これ世界中で競馬の世界も賞金額見直さなきゃなんないし、それはゴルフ業界だって同じだし、ゴルフ業界はもともと会社のお金使ってね、ゴルフ場を作ってたりして、でそこで会社の役員の人たちとかが仕事と称してゴルフとかをし始めたでしょ、接待だのなんだろうって、それを昔一回取り締まってるんですよ。だからその判例があるはずですし、そういうような分かりやすい判例とかを裁判所のホームページから見れるようにしないと、大手の会社はお金を持ったらろくでもないことにお金を使っていたっていうことがこの社会の実態だから、そこでね、裁判所で判例があって本当は取り締まられてますよっていう内容を法務省のホームページから見れるようにしたらいいんですけどね。判例の六法全書もあんまり大したこと書いてないです。そういうふうな、僕はさっき言った分かりやすい内容っていうのを掲載してくれたらいいんですよ。そしたら基準が出来上がりますから。まあ話を戻しますけども、まあジャニーズの人たちにたくさん見受けられるのは、まあ、今髪の毛が染めてる人たちが多い。で、これは裁判所にで勤務してる人たちにも、私は何か間違いがあったら裁判所の人を叱ったりします。本当に。この間もそういうことをしました。そうすることによって、まあ、民事の受付の人がしっかりとコピー機の対応をするようになりました。目の前にあるものですからね。会社法から当てはめたら、使用者責任っていうものがありますからね。まあ、髪の毛染めてたらね、海洋基本法違反であって、もともと痛々病とか水俣病っていうものは工場を昔第二次世界戦争で負けて、まあ為替相場1ドル360円ぐらいで固定相場の時代があったんですよ。で、安いから何でも売れた。で、それによって技術が発展した部分もあるんですけども、だけども日本の海を大変怪我したと。で、工業問題があったと。で、魚も奇形化していたと。ああいうふうな実態が実態ですから、髪の毛染めないぐらいの根性ぐらいみんなあるでしょ。そんな大した根性いらないですから、本当に。それで根性あるかないかぐらいです。もうテレビ見ただけですぐ分かりますから、髪の毛染めてるか染めてないかで。人間性がまともかまともじゃないか。もう髪の毛染めてる人は全員ダメです。私から言わせると。それだけの根性ないんでしょう。はっきり言って根性がないんですよ。根本的に。あと人格と。あと社会のことが分かってないっていう、この3つの大きな要点が、理解できてない。残念ながらアナウンサーのレベルで髪の毛染めてる人がいるでしょう。もう最初から無理、そんな人アナウンサーとして雇用すること自体。でそれをテレビ局の役員の人たちが未だに分かってないんでしょ。で国会議員の人たち、文部科学大臣が女性の人で髪の毛染めてるでしょ。無理、最初からそんな人が大臣なんか務まらない。義務教育でみんな髪の毛染めたらダメだって僕らの年代は 年代では教わりました。その人は僕より年配の方ですから絶対そう教わってるはずです。裁判所で知りませんって言い訳させないようにするために義務教育で教えてるんですから、あれしたらダメだ、これしたらダメだって。無理、そんな人が大臣なんて務まらない。髪の毛染めてるような人は絶対無理。だからそこで政権に根性があるのかないのかっていうところも正直見え隠れするし、まあ僕の考えとしては総理はそう簡単に変わるべきではない。これは外交とかありますから、そんなにコロ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 変わられたら今まで他国とどういうふうな話をしてきたかっていうところがまた一から話をし直しなんかだったらもうとんでもなく大変なことになりますから、まあ、人格的にも岸田さんに問題があるわけじゃないし、ただし任命するときに髪の毛染めてる人間なんか選んではダメですよっていうところは、まあ、こちらでも僕の方としては言いたいですし、民間人の人間が言うことによって、そこはある程度票に結びつくような形で一般人の人たちが髪の毛染めてる人間なんか投票しないよっていうようなぐらいの基準になってもらわなきゃ困るんですけども、1985年の阪神タイガースが優勝した時の YouTube 見てもらったら分かりますよ。スタンド見てみなさい。一般人の人は髪の毛染めてる人いますか？ほとんどいませんよ。
時代は進んで良くなったのか悪くなったかでいうと悪くなってしまったんです、本当に。で、あんまり良くないようなアプリとかもいっぱい作ってるでしょ。いつ何かお金が引き落とされてるような形になってるアプリとかね。だから入ったはいいけども抜け出せない、これどうしてくれんのっていうような形、もともとこんなもの必要なかったじゃないかっていう話になるんですけども。だこれが東京都の実態であって、もう最近では東京都の方で明治神宮の外苑のところに関して建物を建て直すだとか、また巨額のお金使うんですかと、小池さん頑張ってストップしてくださいよ、国会議員の人たち頑張ってストップしてくださいよっていうのが僕からの本音であって、それは本当に後の世代への付け回しですよって。スポーツのするスタジアムとかが本当に老朽化するところまで使って、それでも老朽化して危ないってなったら解体して、その後何も作らなかったらいいんです。他にたくさん作ってるんです、東京都内でいっぱいスタジアムを。そこを使えばいいんです。それでもスタジアムがなくなったら地方のスタジアムを使ったらいいんですよ。どうせある程度テレビとかで放送するんですから。それが最後まで使った建物をしっかり使うで、もうプロ野球の世界でも本当はドームなんか作っちゃダメ。余計にエアコンとかを使ってエネルギーを消費しますから。東日本大震災で東京都があんなに大きな震度が発生したのは、東京都の下で茨城県と千葉県と東京都と、埼玉県の地下でガスの採掘をしてるから、巨大な空洞が出来上がってるはずなんですよ。だからあれだけ距離が離れていても、一斉崩落がどうしても発生してしまう。揺れた時に。だから余計大きな揺れになると。これぐらいの知識みんな身につけないと、国家公務員の試験とか、公務員試験もそうですけども、エネルギーの残存量問題とか、ね、納品物の貿易輸出入とかで、何をたくさん輸入していて、何を増やしていかなきゃなんないかとか、その、スタジアムのような建設費用とか、その税金で使っていたと。で、消費税の概念と